見てください、穴があると思って今顔を突っ込もうとしてるけど、ファスナー逆にしたんで、開かなくて残念がってんですよね。で下から入れねえかと思ってますね。どうにかしておもちゃ取りたいんでしょうね。本当に面白い。まあね、これからもうね、このリュックは猫専用ですからね。会社行くときはいつもエコバッグとして使ってる、GU で買った 580A のリュックなんで。お前は本当に飽きない、まあ、本当に家に連れて帰りたい。でもみーちゃんそしたら綺麗んだろうな。みーちゃんも引き取りたいし。ちなみにサビちゃんまだ食べてます。もうみんないなくなったのに。でもね、まあ夜来ますけど、夕方か。でもまだ時間があるんで、いっぱい食べてもらいましょう。で本当にちょっと岩場の準備、でもそうだよな、岩場の猫ちゃんにそんなあげれねえよな今日。どうしたちゃちゃまる。ではマジでちょっと準備します。